勉強してないなのに勉強できるやつなんなの。ベッドに倒れた先に漫画あっただけなんです。一夜漬けしただけなのにできるわけがなくて、偏差値高い大学に行くのが全てなの。TikTok のフォロー可愛い子が多いのね。さらにはインスタのフォロー同じ子フォローしてるね。何もしてない、そりゃそう画面偏差値高いよね。何もしてなくたってスタイルとても魅力的。あの子に勝てるところって私にあるのかな。可愛くないのは自分の性格。Got it.